こんにちは、市役所です。前半は近江商人博物館で開催されているテーマ展商家の家訓について近江商人博物館の上平さんにお話を伺いします。上平さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、今回の商家の家訓展ということですが、内容を教えてください。はい、近江商人の商家に伝わる家訓を紹介しています。家訓というのは、ある人が人生を生きてきた中で自分が培ってきた経験や知恵、知識といったものの中から、これは大切だと思ったことを子孫に伝え残したものです。今回の博物館の展示では、博物館の資料の中から13点を紹介しています。はい、掛け軸や額が並んでいますね。はい、家訓というのはですね、はい、冊子であったり手紙、あるいは掛け軸であったり額といったものに書かれたものであったり、あるいはエピソードという形で口伝えで伝わってきているものだと、さまざまな形のものがあります。はい、では今回の見どころをいくつかご紹介いただけますか。はい、ではこちらをご覧ください。はい、これには書と人物が描かれていますね。はい、こちらは江戸時代後期の近江商人松井有賢さんの直筆の書と、そして肖像画が描かれています。この、書は汚れるものは必ず久しからずと書かれています。その意味は、必要以上に贅沢をするもの、あるいは自分勝手なわがままな振る舞いをするようなものは必ずその身を長く保つことはできないというメッセージが込められています。これは有賢さんが晩年によく子どもたちに書き残した言葉です。この家はですね、有賢さんの代で大きな商家に成長しましたので、有賢さんの心配は自分の子どもたちが苦労を知らずに育ったこと、それをとても心配されていたようです。この有賢さんの文字はですね、これを見ていただくと、決して上手ではないんですけれども、この字の練習をする時間もないぐらい一生懸命商いに励んでいたんだなということを感じていただけるんじゃないかなと思います。文字からもその人の人生が見えるんですね。そうですね、この展示の魅力の一つとしては、江戸時代の生きた人々の本物の文字を実際に身近に見ていただくことができるということも、注目していただきたいと思います。上平さん、この掛け軸には文字が描かれていませんね。はい、これはエピソードが語られるタイプの格になります。はい、一番下は創業者の絵が描かれています。創業者は本当に毎日毎日真っ黒になりながら一生懸命働いて一人前の商人になりました。そして中段では2代目の姿が描かれています。で、創業者のその余徳にあぐらをかいて茶の湯なんかで遊んでると、3代目は一番上のように没落して路頭に迷うような大変な身になってしまうんだぞというような、教訓を込めたメッセージになっております。はい、こうやってエピソード付きで見るとまたより深く見ることができますね。上平さん、この展示を見て家訓にはたくさんの思いが込められているんだなと感じました。はい、家訓というのは後に続く人々のことを思って先人たちが残した本気のメッセージです。今の時代にも心に響くメッセージがあると思います。ぜひこの機会にたくさんの皆さんにご覧いただきたいと思っております。そしてもう一つ、この会見で話題になっている令和に関する資料も出てきましたので、本当にちっちゃいコーナーなんですけれども展示しておりますので、これも合わせて皆さんにお楽しみいただければと思っております。前半は近江商人博物館の上平さんに家訓展についてご紹介いただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。